皆さんこんこにちは、えー、今日は、えー、女性が輝く東京紺話会、えー、ご参加いただきまして誠にありがとうございます、えー、この紺話会にはですねさまざまなジャンルで活躍しておられる女性の方々お招きいたしまして、まあ、ご苦労楽しいことこうしたいというような夢などなど直接伺っているところでで、えー、運輸業 人様を運んだり物を運んだりということで大変今あの物流の方の,ですねあの問題というのは大変大きな課題でありまた自作ビスなどをすることでどうやって混雑の回避を分散をしていくかなどなどえとても現代的なというか今の課題かと思います。ああ経済活動の この動脈の部分を支えておられるかと思いますが、まだまだ逆に言えば女性の参画が少ない分野で皆さんバリバリ働いていらっしゃるかと思います。えっと今日すごくあの楽しみにしてまいりました。先ほど知事があのおっしゃったように皆さんのお仕事ってないと生活が止まってしまう、あの仕事も止まってしまうすごく大事なことで。 あのどんなお仕事なのかとかあとはどうしてそのお仕事を選ばれたということを私もすごくあの記者出身なので聞いてみたいなと思って今日は参りましたもう全体的にあの労働者が高齢化しているということ、まあ、それから労働人口が減っている中で女性のまあ活躍というか女性の参入というものが本当にあの産業として求められているということがすごくわかるかなというふうに思います。 ここで乗務員の仕事の魅力について紹介させていただければと思います。安全、安心、快適に目的地までお届けするということを使命に日々乗務しておりまして、お客様の当たり前の日常を支えるというところのできる誇らしい仕事というふうに感じております。また、お子様からも憧れる存在ですね。よく声をかけられたりなどもしています。当社では2003年より女性乗務員の登用を行っております。 年代は18歳から40歳と比較的若い世代が活躍しております。また2016年には初の女性指導者が誕生しまして部下の指導を行っています。そして57名のうち11名が母親です。妊娠すると常務が外れる必要があったりですとか、復帰の 復帰後の育児との両立に対する不安などから、ですね昔は妊娠が分かった時点で、退社する方も少なくなかったというのが事実なんですけれども、現在は100%の方が制度、支援を活用しまして、仕事と育児の両立をしており、充実したライフスタイルを送っております。 私、ちょうど今小学生の娘がいるんですけれどもあの電車の運転手さんですとか、まあ、知事もそうなんですけれどもあの今まで女性がついていなかった仕事に女性がついているということが見えるということは若い世代にとってものすごく重要なことですよね。私たちが大人になったらこういうものになれるかもしれないということはすごく夢を持つことにつながりますのであのぜひなんか今後もご活躍を個人的にも願っています。 あの仕事を続けていく中でライフイフベントまあ、結婚して出産してあ妊娠して出産してっていうライフイベントを迎えるイメージが湧かないだったりちょっとこう体を使って整備を行っている中で自分がどうやってそれをそのライフイベントを迎えることができるのか不安に感じるっていう意見があったのでもうそれも会社に伝えたところ会社の方ですごく見やすい 使いを作っていただきまして、出産、育児とキャリアの両立支援ガイドというもの作成いただいて、いつでも社員が見れるところにアップしていただきました自分で一生懸命、積み込みをした商品が、お客コンビニやスーパーなどの店頭に並べられ、お客様の手に行き渡ることに、とても喜びを感じております。この業界は圧倒的に男性が多いといとう点で苦労はあります。 例えばトイレや更衣室などの施設面、体力面、時にはハラスメントを受ける可能性があります。弊社では施設面においてはある程度対応されてきましたが、納品先においては対応されているところ、そうでないところの差があります。トラックドライバーは納品に出てしまえば、自社の管理職の目に届かぬところでの作業となりますので、 仮に納品先でハラスメントを受ける場合は、その場で自分で切り抜ける必要があります。自社だけでの取り組みではなく、この業界全体が女性ドライバーへの意識と対応の成熟さが必要だと思います。 あの一つの会社だけが頑張っても女性の活躍はなかなか難しくてあのお取引先等々も含めた、まあ、ビジネス社会全体とか、まあ、場合によってはお客さんとかの意識も変えていく必要があってすごく社会的な課題でもあるんだなというふうに思いましたやっぱり女性がまあ、弊社は結構他の会社に比べて女性ドライバーというのが多い方だと思うんですけれども私が乗っているリムジンバスっていうのは今自分の営業所で2人 私を含めて2人しかいないなので、まあ、お客様から結構女性なんですねとかあとはまあかっこいいですね <laughs> っていう風うに言っていただいたりあとはまあ女性なので運転が丁寧でいいですねとかあとアナウンスがまあ爽やかで良 <laughs> かったですなんていう声をいただいたりはできまして。大体4時を目標に、はい 4時にに起床すするように心がけていますと言いますのもちょっと家事をしっかりやる時間がなかなか夜取れなくて朝に洗濯をしたりっていうところあとはちょっと子どもがいるとできない掃除とかを朝に片付けたいっていうところがありまして、まあ、4時にに起きるようにしています睡眠時間こうスッと寝て寝たとして。 11時から4時までって足ったらそうですね、えー、やはり眠たいなと思うことはあるんですけれどもそのために私は今月曜日から金曜日の勤務ですので週末に <laughs> もう起きないぞって決めてゆっくり寝ようと思うんですがまあ週末になるとなぜか子どもたちが早く起きるっていう現象があってそれで <laughs> 起きることはあります。 使用使用天候を行いアルコールチェックをした後トラックに乗りこえ乗りかえて積み込みのセンターに向かいます。あのアルコールチェックっていうのをこの写真で初めて見たんですけれども、はい、ねこれはなかなかこういう機会があるものですね。すもしなんかでも前日飲み会とかはないようにし。 めったにお酒を飲むことはないんですけどアルコールが出てしまったら運転ができないのでもし飲む場合はかなり 10, 10時間など時間をを取るように気をつけていますまあ来週からもちょっと新しい仕事をさせていただくんですけれどその時にこうやっぱり「女性初」とかっていう言葉がこうすぐ頭につくような形で、まあ、今もそうですしこれからも「女性初今度何々」 にな,ってしいなんていう話なども伺っていてそういったところがこうちょっとプレッシャーだなって思ったりする部分もあるんですがで地雷原踏むようなこともたくさんあるんだけれどもでもそのあのは逆に次の方はにその経験則が伝えられてそして普通にどんな分野でも女性がやってみたいと思うような仕事を こななななしかかつそれが誇りにに思思えるるようになるんじゃないかなと思ってます今は一般路線を経てリムジンに乗れているんですけどもやっぱり最初は皆さんすごく不安自分もそうでしたし不安でいっぱいだと思うんですけれどもバスの業界とか、まあ、他の女性が輝く乗り物系といいますか運輸業に興味がある方がいたら だんだんと少しずつではありますけれども女性も働きやすい職場環境っていうのを作っていっていると、まあ、どこも思うので是非迷っている方がいたらチャレンジしていただいて女性の運転士がどんどん増えていったらいいなと思っております。これからもあの交通そしてまたあの運送 航空それぞれ、えー、あのに,にて非,非なるところがあるかもしれませんがこれからもあの社会のです、ね、大きな動脈を動かしているというプライドを持ってやっててやいいいたただきたいと思いますまたこのメッセージが次の女性の方々に届くように工夫をしていきたいと思ってますしそれからあの困難な場面場合そういったことをどのようにして改善していく のか今日のお話をベースにしながらまたあの進めてまいりたいと思っております。本当に今日はありがとうございました。また交通ということでお気をつけて。